皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2続きからやっていきましょう。4月13日日曜日ですね。このゲームはですね、1週間まとめて全てを行うみたいなんですよ。1週間まとめて部活やったり、学生らしく勉強や料理や身だしなみをやったりするんですよ。じゃあ最初なので部活しましょうか。14日月曜日、日曜日何もなかったの？あれ夜だったのかな。休憩しようっと。あ、富士先輩。あれは富士先輩だ。おはようございます。ああ、君はこの間女子テニス部に入った新入生だよね。はい。あの先輩、私のこと知ってるんですか？ああ、知ってるよ。将来が楽しみな女子が入ったって評判になってるからね。私そんな有名人ですか？それとも龍崎先生が言ってたのかな？そっか、私のこともう覚えてくれてたんだ。どうやらみんなの評判は間違ってないみたいだね。本当ですか？こんなに朝早くから熱心に自主トレしてるんだもん。今日から気合を入れ直しました。今日はたまたまなんですけどね、それほどないですよ。こんな柄だったら上かな。だって正確に入ったんだし。私今まで本格的にテニスをしたことないんです。でも正確じゃそんなの言い訳にならないし。だから気合を入れ直してるってところなのかな。そうなんですよ。そうです。それじゃあ頑張って走らなきゃね。そうだ、せっかくこうしてあったんだし一緒に走らない？いいんですか？先輩と一緒にですか？うん、君さえよかったらだけど。光栄です。私先輩とならどこまでも伴走しちゃいます。君って頑張り屋さんなんだね。いやだって富士先輩と一緒に走れるんだよ。そりゃもうさ、ワクワクしちゃうしドキドキもしちゃうよ。こうして富士先輩との朝の自主トレは終わった。これから先輩とはもっともっと練習したいな。さて今日も練習頑張るぞ。あ、堀尾でな、戸塚部長は入学以来負けなし。すっごいだろ。あ、堀尾の自慢か。まあ自分の自慢じゃないけどね。堀尾くん、まるで自分のことみたい。確かに、なんかうちの父ちゃんパイロットなんだぞみたいな感じ。だってさ、俺だってこの最強声楽テニス部の一員なわけだし。まあ仲間っちゃ仲間だけどさ。声楽の強さの秘密は月に一度のランキング戦にあるんだから。ああ、レギュラーの座をかけるやつか。ってことはこの俺にもチャンスはあるってことだよな。まあないとは言えないけど。ランキング戦？毎月1回レギュラーの座をかけて試合をするんだぜ。あー、早く来ないかな、ランキング戦。堀尾くん勝つ気でいるみたい。いや、1年の堀尾がさ、勝てる要素あるのかな。だって2年のさ、新井さんですらレギュラーになれないんだから。あ、おい一年、何溜まって騒いでんだ。噂をすればランキング戦だ。1年のうちから試合に出られると思ったら大間違いだ。ランキング戦に参加するのは2年と3年だけなんだよ。お前ら1年は夏の合宿まで幅広いと基礎体力作りのみだ。これは2人も経験したんでしょうかね。そんな。それにもし出られたとしてもお前らが勝つなんてことは万に一つも。先輩、もう行ったれ、主人公。あ、なんだ。先輩たちはいつもランキング戦に出てるんですよね。当然だろ、それがどうした。じゃあ先輩たちはいつレギュラーになるんですか。思い切り喧嘩打っちゃった。どうしよう、部室帰ったら私のラケットの網さボロボロになってたら。試合に出ても
勝たなきゃ意味ないんじゃない先輩。そうだよね、龍馬くん。避けやがって。おい、ちょっと部室まで来い。やめて、先輩たち助けて。私この二人にリンチされる。でも、これから練習ですけど。お前らに練習の必要はねえ。ここから逃げ出したい気分にしてやるよ。やだやだ、こんな先輩にはなりたくないよ。弱い犬ほどよく吠えるってね。なんだと？もう許せねえ。おっと、神聖なコートで暴力はいけねえな。いけねえよ、この声は。まさか入ったばっかの可愛い後輩に先輩風を吹かすなんてのはよくねえぜ。ももちゃん先輩。ももけどよ、こいつら俺たちをバカにしやがって。ああ、先輩を尊敬するってことを教えてやろうと。そりゃいいな。けどよ、部長ならこう言うだろうな。グランド20種って？尊敬とは得るものであってさせるものではないとかよ。あ、名言だったわ。だけどモモ、こいつらには。部長本人からもっと分かりやすく言ってもらおうか。え、近くに待機してるんですか？規律を乱す者は許さん。グラウンド30周ってよ。分かったよ、モモ。やっぱ平部員とさ、レギュラー部員じゃとなんかそういう威厳というもんがあんのかな。今日のところはこの程度にしといてやるよ。けどあんまり調子こいてるとこの笑い様が承知しないからな。わ、自分の名前に様付けちゃったよ。先輩ありがとうございました。ま、いいってことよ。一年が元気な方が俺は楽しいしな。ほんと桃代くんはいい先輩だよね。おっと、部長が来るぜ。部活の準備しときな。はい。はい。かわいいな。集合。これより練習を始める。今週の練習は、あ、これもしかして選べるのかな。お、選べる。ラッシュ&ドリームと似てるな。走り込み、素振り、ウェイト、球拾い。転がってきたボールの位置に方向キーの上下で移動させ、拾うタイミングで丸ボタンを押す。あー、なんか球出しと同じやつかな。ダッシュはあの私が苦手なやつね。ミーティングはこれか。4つの記号が出るタイミングで早押し。壁打ち？跳ね返ってきたボールをタイミングよく丸ボタンで打ち返す。成功すると速度は上がる。あー、これがスマッシュ練習みたいなやつか。そうだな、この中だとまず素振りからいってみるか。素振りを行う。以上。はい。お、さくのちゃん。はじめ。これ早いな。そしてフォアとロブなんだ。ショットじゃないんだ。うん、調子良さそうだね。部活慣れてきた証拠かな。はい、みんなすごい先輩ばかりだし、とにかく気合でついていこうって。ただひたすらがむしゃらにか。うん、いいんじゃない。そのうち実力も備わってくる。今は数をこなすことだよ。はい、迷わずやります。藤先輩がああ言うんだから。よし、これでいける。あー、十分きつい練習だったのに、この上追加メニューなんて。何言ってんの、ランキング戦出たいんでしょ。まあ1年出れるかどうかわかんないけど。休憩が終わったらバックハンドの素振り500本か。これは辛いね。500か。ああ、マリオくん、どんな風に言われると
とこっちまで疲れちゃうよ。そうそう、いやでも数を聞いたらね、疲れちゃうよ。やる前に次の日筋肉痛でさ、箸も持てないんじゃないの。あれ、龍馬くんどこ行ったんだろう。そろそろ休憩も終わりなのに。多分水を飲みに行ったんだと思うけど、ずいぶん遅いね。あ、龍馬くんどこ行ってたの。そろそろ休憩も終わりだよ。ちょっとね。あれ、どうしたの、キョロキョロしちゃって。あ、あれか、龍馬くんのラケットを隠されて、ボロボロのラケットでお前俺と戦えよっていう新井さんのあれか。いや、水飲んで帰ってきたらラケットはね。おや、探し物かい、期待の新人くん。あ、またこの二人だ。ラケット持ってねえみたいだが、まさか練習に持ってこなかったなんてことねえよな。いや、さっきまで素振りやってたんだから持ってたに決まってんじゃん。あ、本当だ、早く取ってこいよ。どうした、もしかしてなくなったとか。龍馬くん、私のラケット貸そうか。あ、その表情、図星ってやつ。テニス部員たる者がラケットをなくすなんてちょっとたるんでるんじゃねえか。そうそう、うわー、なんか喋るたんびに嫌いになってくるこの人たち。もし新井さんファン、池田さんファンいたら申し訳ございません。素振りくらいならこれでもできるだろ。ほらよ。あ、これか、このボロボロのやつ。何、あのボロラケット、あんなもの用意してるってことは。そっか、あの二人が龍馬くんのラケット。よかったな、越前、新井が気の利く先輩で。これに懲りたら二度と出しゃばるんじゃねえぞ。そうすれば大事なラケットも三本とも出てくるかもな。あれ、新井さん、なんで龍馬くんのラケットが三本あるって知ってるんですか。おかしいな、ラケットっていう時点でなんか怪しいと思ったけど、なんでその数を言えるんですかね。あら、ほんと不思議。やっぱりあの二人が。行こうぜ、新井。ああ。いるよね、弱いからって小細工するやつ。ああ、これアニメ版でも言ってた。なんだ、俺が隠したとでも言いたいのか。さあね。悔しかったらそのラケットで勝負でもするか。お前らなんか束になったって俺にはかなわねえけどな。もう頭きた。本当に束になってもいいんですね。は？何言ってんだお前。一年全員が束になって戦います。堀尾と勝呂、勝に違うや、堀尾と勝男と勝呂が。お前何言ってんだ。一年全員がコートに入ったら先輩がどこに打ってきたか必ず返せます。マジかよお前、トンチコ坊主か。あれ、私なんか変なこと言ったかな。二人で十分じゃない。どういう意味だ。こいつと俺に、そっちも二人。別に束にならなくたって勝てるって言ったんだけど。え、いきなりダブルス。お前いい気になるなよ。俺たちを誰だと。ランキング戦では勝てないけど、本当は強い先輩たち。そろそろ実力見せてよ。そうね、口だけなのかもしれないし、力で見せてくださいよ。よし、分かった、上等だ、勝負してやるぜ。そう来なくっちゃね。なんかとんでもない展開、でも頑張るしかないよね。試合のワンポイントアドバイス。打球の深さはショットボタン、丸ボタンの押す強さ、長さではありませんで変わります。弱ければ浅く、強ければ濃くなります。左右の内訳は方向キーの上下を入力します。技術力が低かったり、クロスからストレートに返した場合、ブレ幅が大きくなります。じゃあ技術力を上げればいいんですね。おお、ゆうた、
あ、でもここのナウローディングはラッシュ&ドリームと変わってる。スタンダードモデルいつも通りに行こう。性格魂って何かあったっけ。それ焼きそばパンだ。自分とパートナーの体力マックス値の 25% 分がそれぞれ回復する。あ、回復なのね。作戦は、あ、これね、ラケットは1個しか持ってないんだよね。じゃあこれで OK。 プレイ。うわ、なんか見慣れてる光景だけど、相手が相手だからな。しかも必殺技がない。ほら来るよ。よし、弱っ。なんか打てないんだけど。ラブ15ロブ作戦が効かない。そしてさ、あの掛け声もないし。行きます。あ、言ってくれた。これくらい。ちょっとやばくない。ラブ30。やる気あるわ。ちょっと喧嘩売ってるの。なんかいつもと違うけどさ、弾がいつも以上に遅い。アウト。ラッキー。15-30。これ早すぎて見えないんじゃなくて遅すぎて見づらい。最初だからかな。いきまーす。甘いぜ。任せて。遅いよ。お、そんなバカな、あのボロいラケットで。めちゃくちゃ遅う。サーティーオール。いきまーす。間に合い、間に合い、間に合い。ほら来るよ。お、アウト。先輩は一体どこ打ってんすか。もしかして次勝てば8かな。そら任せて。ヨーマくん、よし。ディス。いや、まだいける、まだいける。任せて。全体的に遅いな。お、ラッキー。アウト。やり。アドバンテージ、サーバー。これはあれなのかな、ラッシュ&ドリームを先にやっちゃったからすごい遅く感じるのかな。甘いぜ。オラオラ、どうした。え、なんかまだまだだね。必殺技っぽいのを出そうとしてた。ボンバイ、越前ペア、ゲームセット。あ、でもワンゲームで終わりか。いや、この状態からだんだん弾のスピードとか速くなっていくんだよね。ラッシュ&ドリームの最初の試合よりすっごい遅かった。びっくりしちゃったもん。でも勝ったからいいよね。やった。そんなあんなラケットで。嘘だろ、一人は初心者の女子だぜ。このラケットでも十分だったみたいだね。めちゃくちゃ遅かったけどね。くっ、物質の隅の誰も使ってないロッカーの中で。何が。お前のラケットだよ。3本ともそこだ。うん、正直でよろしい。ありがとう、わざわざ探してくれたんだ。お前、俺たちが悪かったよ。もう許してくれてもいいだろ。嫌です。二度とこんな嫌がらせしないって約束してください。それと龍馬くんに謝って。どうしたんですか先輩。
マナーという言葉を知らないんですか？礼儀という言葉を知らないんですか？さあ、いいんじゃない、負け犬に鞭打たなくても。でもいいの本当に。でもそこ、何をやっている？あ、見つかった。部長、やばい。規律を乱すことは許さん。全員グランド二次周。うわ、面白くんと同じことを言われた。はい。あー、なんか長いようで短い一週間だったな。なんだろう、テニスをしよう龍馬って、一人で練習。あ、こういうことか。ほうほう、ここは同じだね。龍馬くんとテニスしようかな。ん？龍馬くんを誘ってみようっと。あ、いたいた。ねえ龍馬くん、どうしたの？忙しいんだけど。あのさ、今から希望が丘テニスクラブで一緒に練習しない？いや、あの庭のテニスコートでいいじゃん。練習か。ま、付き合ってもいいかな。本当？ありがとう。じゃあ決まりね。ああ、じゃあすぐ支度するからちょっと待っててくれる？うん楽しみだな。ほら、入るよ。え、制服で行くの？日曜日なのに？うん。先に言っとくけど、練習の邪魔しないでよね。邪魔なんてしないよ、もう。準備は OK。 じゃあ、始めようか。うん。これはあれかな、汗焼けのラリーみたいなやつかな。おお、かっこいい。かわいい。あ、何もしないの？もしかして。何？もう息上がってんの？そんなことないよ。まだまだいける。あと5試合くらいね。俺はまだ10試合はできるけど。じゃあ私は15試合できる。でもまあ、今日のところは終わりにしようか。あ、うん。あ、そうだ。エースを決めるならサービス取りたいわ。どっちが好き？そうだな、私は、私はサーブの方が好きかな。サーブ一発で決める。やっぱりサーブ一発で決めるとスカッとしない？当然サーブから攻めあるのみだね。そうだね、ツイストサーブとか教えてよ。もうバッチリだよね。今日の練習は楽しかったよ。また今度誘ってよ。おお、なんかこのテキストデジャブかな。違う世界線で見たことあるよ。うん、機会があったらまたお願い。それじゃあ一緒に帰ろうか。あ、そっか、同じ家だもんね。一緒に帰ろう。うん、帰ろう。こうしてテニスクラブでの楽しい練習は終わった。龍馬くんと一緒だと充実してるね。じゃあ今週も部活をやりましょう。また自主トレかな。はあ、ちょっと休憩しよっと。こうやって見てみるとジョギングしてる人って結構いるんだな。あれ、向こうから来るのはカイドウ先輩。わあ、かっこいい。カイドウ先輩かっこいい。この桜吹雪がまたいいね。これから一緒にやっていくんだから仲良くなった方がいいよね。先輩、おはようございます。不愛想な人だな。挨拶もしてくれないわけ。先輩もジョギングですか？見てわからねえか。いや、わかります、ごめんなさい。さすが声楽のレギュラーですね。部の練習だけじゃなくトレーニングも欠かさないなんて。あ、私も今自主トレしてたところなんです。それがどうした？そうそう、今日からまた1週間部活もありますよね。怖いもの知らずだな、この子。
当たり前だろうが。なんか取り付く島もないって感じだよ。でもめげない。先輩には礼儀正しくしなくちゃ。これは絶対ダメだな。今週もよろしくお願いします。私レギュラー取りに行きますからね。カイロウ先輩だったら通るだな。でも普通でいいんじゃないかな。今週もよろしくお願いします。自分の面倒は自分で見やがれ。はい、頑張ります。よし、今週も頑張るぞ。これ毎週ランダムで来るのかな。教室か。意外とチャイム長かった。さてと、そろそろお昼ご飯にしよっと。ねえともちゃん。ねえ、龍馬様はどこよ。もうみんなしてどうした。おー、屋上じゃないかな。今日はいい天気だし。なるほど、あんたって使えるわね。じゃあ、さくの、なみ、今日は屋上で食べるわよ。私もついてっていい？うん。ねえ、よかったら一緒にお昼食べない？うん、行きたい。私も食べたい。三人と食べたい。あ、食べます食べます。まあ、大勢で食べた方が楽しいか。お供します、お魚さん。調子狂うのね、お魚さんっていうのは。うん、私も呼びづらいからさ、ともちゃんって呼んでいい？これからは私のことはともちゃんって呼ぶこと。いいわね。うん、じゃあ私のことはゆりかゆりやって呼んでね。うん、わかった、了解。龍崎さんとコラカさんはどう呼べばいいかな。ともちゃんはどっちで来るんだっけ。でいいよ、小高でも、ナミでもいいよ。いや、ナミちゃんだけ、苗字っていうのは。ナミちゃんはナミちゃんだよ。でもいきなり呼び捨てってのはちょっとね。サクロちゃんとナミちゃんでいいかな。うん、いいよ、私もオッケーだよ。ほらみんな、ダラダラ喋ってないで早く屋上に行くわよ。ともちゃん、サクロちゃんにナミちゃんか。こんなに早く友達ができたなんて嬉しいな。集合。これより練習を始める。今週の練習は。私の足踏んだの誰？龍馬くんね。もう龍馬くんたら。龍馬くんたら気づいてもないの。よし、お返しよ。ということだ。成長してねえな、この二人。そこ、何をやっている。今週の練習が何か言ってみろ。はい、なんだっけ。順番で言ってウェイトかな。はい、ウェイトトレーニングです。よし、練習の最中は気を抜くな。油断をしていると怪我をするぞ。では、練習始め。はい。俺についてこい。やっぱ高さんか。キャモン、バーニング、マイティネス、キャモン、グレイト、グレイト。あ、タメが来なかった。で、体調が40じゃん。来週は休まんと。調子はどうだい？気合入りまくりです。早くみんなに追いつかないとダメですからね。そうか、それなら今のうちに体の基礎を作っておくといいよ。スポーツは何といっても体が資本だからね。わかりました。あー、今日も疲れた。さあ急いで帰って。よ、ちょうどいいところに。あー、桃城先輩、何ですか？いや、お前これからなんか用事あるか？いえ、帰るだけですけど、どうかしましたか？遊びイベントかな。これからちょっくら備品の買い出しに行くんだ。お前も付き合えよ。
うわー、この選択どうしよう。龍馬くん攻略してるときはなるべく他の人に行かない方がいいよね。いや、今日はちょっと用事があって、ほんとすいません、今日はちょっと用事が。なあ、俺も部の用事だ。え？あ、はい、それは聞きましたけど。部の用事より大事な用なんてこの世にあるのか？うわ、なにこれ、キテレツ大百科の豚ゴリラみたいなこと言ってくるんだけど。それはねえよな。そうですね。そうか、じゃあ行くぜ。とんがりもこんな思いだったのかな。強引だな、桃城先輩って。いや、助かったぜ。重さはどうってことないけど、何せ数が多いからな。はい、私マネージャー志望だったから全然平気です。そういや、そうなんだってな。でもお前の場合はよ。返してください。さくのちゃん、また絡まれてんの？少しくらいいいじゃねえか、減るもんじゃねえし。あ、この声は福士満ちる。そうそう、どうもともいるか。いや、この二人はセットか。あの、困ります。あ、女の子というかさくのちゃん、なんだろう。さあな、とにかく行ってみるぜ。さくのちゃん。あ、誰も返さないなんて言ってないだろなあ。どう思った？いや、福士満ちるはギリ中学生に見えるけど、堂本は絶対中学生じゃないでしょ。やいーん、そうそう、もうちょっとくらい貸してくれてもいいじゃん。ねえ福士、そろそろ俺にも打たせろよ。でも私も練習したいから。そのなんだって、よく聞こえないけど。なんでテニプリの世界にはさ、こんな意地悪な男ばっかりいんの？そうそう、いいじゃん、こんないい紐付きボール独り占めなんてずるいぜ。じゃあお前ら買えよ。あの、でも返してあげなさいよ。あ、あんちゃん。あんちゃん、かわいい。あんちゃん紫似合うね。ちょっとあなたたち、その子困ってるでしょ。なんだよお前は、関係ねえだろ。見てらんないのよ、大の男が寄ってたかって恥ずかしくないの？そうだよ。異性がいいね。こういうタイプ嫌いじゃないけどな。部外者を引っ込んでな。わ、あんちゃんのピンチ。うわ、最低。あんちゃん、そのポーズも可愛いけど、わ、こいつだけは許さない。何すんのよ。そしてあんちゃんは一体どこを見て怒ってんの？そっちに福士満ちるいるの？関係ねえのに出しゃばってくる方が悪いんだ。いや、もう手を出した時点でお前の方が悪いわ。ああ、なんてこと。あいつら。ああ、桃城先輩。おお、ほら、やった。かっこいい。絶対堂本は中学生じゃない、だってヒゲも生えてるし、なんか髪の毛ところどころ焦げてない？あ、ラッキー、当たった。やる。こうなったら私もあれか、かかと落としか。とりゃ、いやいや、絶対さ、福士満ちる私のパンツ見たでしょ。何？一体どうやってんのよ。決まった。どっかから飛んできたのかな、それとも走り高跳びかな。女の子に暴力振るっちゃいけねえよな。いけねえよ。そうだそうだ。覚えてろ。ああ、よく覚えてくよ、お前らの顔。続きはいつかな。近いうちでもいいですよ、私は。大丈夫？うん、私は大丈夫。でもあの人が。そうだ、あんちゃんの顔、大丈夫？腫れてはないみたいだけど。
私も平気よ。助けてくれてありがとう。私は橘アン。あなたたちは？俺は。あ、悲鳴が聞こえたから来てみや。てめえら何やってんだ。勘違いされるパターンのやつやん。神尾くん。アンちゃん、その顔。てめえ。え？俺？アンちゃん離れて。おい、やるぞ、シンジ。あ、イブくんもいるの？うん。違うのよ。ちょっとみんな落ち着いてよ。さあ、リズムに乗るぜ。いや、何のリズムに乗るのよ。なんだかおかしなことになってきたが、降りかかる火の粉は払うしかねえな。いや、ここでさ、暴力沙汰とか事件起こしたらさ、都大会とか全国大会とかの出場停止になるよ。でも払うしかないですよ、今は。もう待ちなさいってば。あ、かわいい。まいた。あ、今のもかわいい。撃たれた。立花さんの妹が笑って少し調子に乗ってんじゃない。それは怖い。いて、何すんだよ。あったあった、あ、私も撃たれたの。もう落ち着いて話を聞いてよ。この人たちは絡んできた人を追っ払ってくれた人なの。え、そうなのか。で、こっちの二人は私のテニス部仲間。あなたたちが喧嘩なんかする理由はないの。わかった？そうだよ、ちゃんと話し合えば分かり合えたよ。にしたって頭叩くことねえだろ。だって話を聞いてくれないから。あやとちりしまって悪かったな。俺は神尾明、不動峰中の2年だ。こっちは同じく不動峰の2年、イブ・シンジだ。ああ、紹介する手間が省けたって感じかな。このボソボソと点々の間にそんなこと書いてあったんだ。声楽2年、面白たけし、よろしく。私は黒宮ユリア、声楽テニス部の1年です。声楽って、あの声楽？この地区でも屈指の強豪のあの声楽か。いいよな、名門は。施設も備品も充実してるんだろ。ムカつくよな。中学の部活なんてもっと苦労するべきだろ。いや、イブ君の言いたいことはすごくわかるけどさ、俺たちなんか人数も設備も揃ってねえから、河川敷のコートで他校生と練習してるってのによ。あ、そうだったんだ。ほら、テニスは設備でするもんじゃないでしょ。そうそう、それと身長もね。ごめんね。いえいえ。不動峰は名門じゃないけど、覚えておいて損はないわよ。そいつは楽しみだな。ごめん、あんちゃん。これ戻ったりとかできないかな。ないな。ああ、期待しててくれ。地区大会で戦うのな。それじゃあ、私たちはこれで。あの、ありがとうございました。叩かれたところ大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ。じゃあまたね。じゃあ俺たちも帰るとすっか。あ、そうですね。これを早く部室に届けないと。はい。不動峰中か、河川敷のコートで練習してるって言ってたな。ともちゃんならなんか詳しいこと知ってるかな。4月27日ですね。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。